昭和9年秋、野球史上初の伝説が生まれた。日本にプロ野球が誕生するきっかけとなった大リーグオールスターと第一戦のマウンドに立ったのは弱冠17歳の沢村栄治。昭和10年に巨人軍の前身大日本東京野球クラブがアメリカに遠征した時のものである。この中に沢村の投げる姿が収められていた。キャッチャーの股の間に見え隠れするのが沢村栄治。彼が投球をする姿を伝える唯一の映像である。早速我々はこの映像から沢村の投球フォームの再現と球速の分析に取り掛かった。日本野球がメジャーリーグと対等に戦えるようになる遥か向こう。創始以来の豪華戦、東京巨人軍対大阪タイガースの春季決勝第1回戦、共に職業野球の王座を狙う両家の巨人軍が主砲沢村投手を出せば、今回の映像で最も注目を集めた投手がいます。背番号14、わずか1球分の投球が記録されていました。14、わずか1球分の投球が記録されていました。